サムラジオです、早速ですね、戦略社長第7期生スタートしましたので、ちょっと様子見てみましょう。原点に立ち返ってですね、客観的に見直してみる必要があるというわけです。この教材は従業員100人以下、とりわけ10人から30人規模の社長に焦点を当てて作っておりますからね。はい、スタートしましたね。まあ、2人ともね、もともとね、簿記の熟成ですからね、まあ、勉強自体はね、まあ、非常にこう慣れてると、まあ、2人とも一級生ですから、もっとね、慣れてると、ね、いうことで、まあ、今日はね、まず DVD を見て、ね、ちょっと一気に見ちゃおうと思いますね。まだ社長経験がほとんどないもんですから、2人ともね。まず知識としてね、ちょっと一気に読みちゃってですね。でその後に、まあいろいろね、議論をすると、まあ質問を受けたり、するでしょうから、それに対する答えとかね、まああとは3人でね、いろいろ話したりしてね、戦略能力をね、今日はアップしていくというふうに思ってます。明日もね、まあ、同じように、2本、ね、全部4本なんですけどね、そのうち2本今日見てね、明日も2本見て、まずね、基本の知識ですね、それをまず重点的に身につけるということで、やっていきたいと思いますね。その後はね、まあ、引き続き、戦略能力をね、アップさせるために、まあ、実行をね、に移してもらってね、今、石田君の場合は、まあ、釣り具ですね、大下さんの場合は保険の外交員にね、それをやってますからね、それに今、落とし込んでいくね、で業績をアップしていくと、ね、いうことをしていきたいと思います。はい、では以上です。